単土線あるいは、テンダ線とは、イタリアとフランスの国境地帯を走る、鉄道路線である。イタリアピエモンテ州のクーネオから、単土峠を越えフランス領アルプマリティーム県の単土を経由し、地中海沿岸のイタリアリグーリア州のベンティミリアを、結ぶ本線と、途中のブレールシュルロワイヤで分岐し、ニースに至る支線からなる。イタリアとフランスの国境を越える三本の、鉄道路線の一つであるが、 他の日本が長距離列車の多く通る幹線であるのに、対し、単ド線は、地域輸送と観光が、主体のローカル線としての性格が強い。西アルプス山脈を越えるトンネルの最高点での、標高は1040メートルあり、海岸のベンティミリアやニースとの標高差は1000メートルを超える。両国にとって、最大の山岳路線であり、これほどの高低差のある路線は、ヨーロッパでは他に、 レーティッシュ鉄道の路線群があるのみである。ロワイア側の渓谷に沿う継承路線でもあり、トーマスクックヨーロッパ鉄道時刻表のヨーロッパの継承ルートにも選ばれている。単土線の歴史はイタリアとフランスの関係を強く反映している。計画時から現在までに国境は二度変わっている。また、第二次世界大戦時には深刻な被害を受け、長期間の運休を余儀なくされた。 タンド線沿線、特にニース、ブレイユシュルロワイヤー間は、極めて不安定な地質であり、落石の危険が付きまとう。このため一部区間では最高速度が時速 10km にまで規制されており、また落石検知用のワイヤーが貼られている。ベンティミリアクーネオ間断面付き終点、分岐駅を含み、休止中の駅を除く。タンド峠のイタリア側、右下にリモーヌ駅が見える。 タンド峠は西アルプス山脈のうちリグーリアンアルプスとマリティムアルプスの境界に位置する標高1870メートルの峠である。共和制ローマの時代にはガリア・キサルピナトがリアナルボレンシスを結ぶ主要な街道がこの峠を通っていた。その後海岸沿いや他の峠を通る街道が整備されたことで重要性は低下したが中世には 内陸のポーガー流域と海を結ぶ、潮の道として機能していた。中世以降、峠の北のピエモンテは、サボヤ家の支配下に入っていた。フランス革命からナポレオン戦争の時代には一時、フランスに併合されたが、ウィーン会議の結果サルデーニャに復帰した。峠の西方のニースは、サボヤ家とフランスの勢力の間で争奪が繰り返され、南のリグウリアは、 ジェノバ共和国の領土だったが、これらもウィーン会議の後サルデーニャ領として確定した。ブレイユシュル・ロワイア駅南方の橋梁。上がニース方面、下がベンティミリア方面への線路。1850年代以降、サルデーニャではピエモンテと地中海を結ぶ鉄道の建設が計画された。1874年にはトリナとサボーナを結ぶ路線が開業している。 現在の単土線の原型となる計画は、1856年に、イタリア人技術者、フィリッポ・セノッティによって提案されたものである。ただし、現在の路線とは、ロワイア川下流部での経路が異なる。一方、1857年には、プティイコール・ニスペルによって、現、単土線よりも西寄りのルートで、ニースとクーネオを結ぶ路線が提案されている。 1860年、サルデーニャは、プロンビエールの密約により、ニースをフランスに活上した。この結果、ロワイアガー下流のベンキミリアは、サルデーニャ領のままだったが、中流部は、フランス領となった。ただし国境は、現在のものと異なり、ロワイアガー上流のタンドトラブリグは、サルデーニャ領に留まった。これは、国王ビットリオイマヌエール2世のカリを領内に、 残すためとされているが、国防上の意図もあった。フランスでは、1879年の鉄道整備計画、フレシネ計画の中で、ニースからソスペル・ブレイユシュル・ロワイヤを経由して、イタリア国境のフォンタンに至る路線が定められた。同じ頃、イタリアでも単土線、クーネオ・ベンティミリア間の建設が決定した。ただし、フランスでは、国防上の理由から、 鉄道建設に反対する意見が広まり、1887年には調査事務所が閉鎖されてしまった。1883年、イタリア側の路線の工事がクーようから始まった。1889年にはタンド峠トンネルの掘削が始まり、1898年に貫通した。フランスでは1900年に軍務省がニース、 ブレイユシュルロワイヤ艦の着工を決めた。スカラスイ教この頃、イタリアでは路線の経路を修正して、前線がイタリア領内を通るようにすべきだとの提案がなされたが、そのためには、両線のイタリア側に長大トンネルを掘らなければならないため却下された。一方フランス側では、ソスペル・ブレイユシュルロワイヤ艦の経路を短縮するため、 グラジアン山の地下にトンネルを掘ることが提案された。このトンネルは、両端はフランス領だが、全長3882メートルの内中間の2305メートルがイタリア領の地下を通っているため、建設には両国の合意が必要であった。1904年6月のフランスイタリア間の協定で、ニースクーネオ間を1914年に開通させることが定められた。 1908年には、ロワイア側下流部分のベンティミリアから、フランス国境までの工事が始められ、また1912年には、ニース、ソスペル間のブラウストンネルが着工された。1914年、第一次世界大戦の勃発に伴い、フランス側の工事は中断した。イタリア側ではその後も工事が続けられたが、1915年の、 オーストリア・ハンガリー帝国との海戦に伴い、やはり工事が中断した。戦後工事は再開された。1921年には、スカラスイ、サオルジュの橋梁が着工され、共に1923年に完成した。高架橋の脇に河川柱の跡が残る。1928年10月30日、クーネオ・ベンティミリア及びブレイユシュル・ロアイア・ニースの前線が開業した。 イタリア側では、イタリア国鉄が、フランス側では、パリ・リヨン、地中海鉄道が運営を担当した。1931年には、イタリア領区間のクーネオ大山ダルマドドンドと、ピエーヌ・ベンティミリア間が参照、交流3600ボルト、16ヘルツに3で電化された。中間のフランス領区間は、非電化のままだったが、1935年には、 イタリア領区間と同様の方式で電化された。これにより、機関車交換が不要になったためクーネオ・ベンティミリア、間の所要時間は約30分短縮された。なおブ・レイユ・シュル・ロワイヤニース間の支線は電化されることはなかった。1937年以降、世界恐慌の影響や保護貿易主義、フランス・イタリアの関係悪化などのため、 単土船の輸送量は大きく減少した。1939年には国境を越える輸送は、ほぼ完全に停止してしまった。サオルジュ橋1940年6月、イタリアはフランスに戦線布告し、フランス南部に侵攻した。この時グラジアンサントンネルの入り口とサオルジュ橋が、破壊された。休戦後、沿線一帯は、イタリア軍の占領下に置かれ、イタリアによって、 復旧工事が行われた。クーネオ・ベンティミリア館は1940年11月17日に復旧した。ただし、運行は軍用列車に限られていた。1943年、イタリアが連合国と休戦すると、イタリア軍の占領地域はドイツ軍によって再占領された。この過程でサオルジュ橋がイタリア軍によって破壊され、今度は、 ドイツの手で修復された。1945年、ドイツ軍は、ロワイヤガー流域からの撤退に際し、すべての橋を爆破した。サオルジュ橋は5年の間に3度破壊されたことになる。1945年夏には、ニース、ソスペルカンで列車の運行が再開された。鉄道に沿う電信はその年のうちに全線が復旧している。また戦争の影響の比較的、 少なかった北部のクーネをビエボランは1946年に復旧した。1947年、パリ講和条約により、イタリア領の一部がフランスに割譲された。これにより、両国の国境は単ド峠となり、グラジアン・サントンネルは前線がフランス領内となった。この後ソスペル、ブレイユシュル・ロワイア艦の運行が再開されたが、新たに国境となった。 ハンド峠トンネルを含むリモーネビエボラ間の旅客営業は休止された。ただし、木材の輸送のための貨物列車はイタリア国鉄によって運行されていた。復旧記念のプレート1963年、フランスはクーネオ・ベンティミリア間の再建を承認した。1970年の協定で中間のフランス領区間もイタリアが建設することが定められた。 公費の90%は戦時賠償としてイタリアが負担した。路線の規格はフランス領区間についてもイタリアのものが適用された。この路線の主目的はイタリア領のピエモンテと海岸を結ぶことだからである。1973年、まずロアヤ川下流のイタリア領区間であるピエヌ、ベンティミリア間が着工され、1976年には、 フランス領区間でも工事が始まった。ほぼすべての橋を架け直す必要があった。中でも、ベベラ橋、スカラ水橋は大工事となった。単土線は公式には1979年10月6日をもって全線が復旧した。ただし、戦前存在した殿下は、リモーネイ北を除いて再建されなかった。2003年1月27日、 ビヨーニャトンネル内で列車の衝突事故が発生し、二人が死亡、四人が重傷を負った。単土峠の南側に三つ、北側に一つの合計4箇所のループ線がある。このほか峠の南側には、勾配緩和のための馬邸系のトンネルが4箇所ある。クーネオ・ベンティミリア間には83の、ブレイユ・シュル・ロワイヤニース間には24のトンネルがある。 500メートル以上の主要なトンネルは以下の通り。クーネオ・ベンテミリアは単一のトンネルではなく複数のトンネルとシェルターが連続したものである。ブレイユシュル・ロワイア・ニース・ブラウス峠トンネルは前線がフランス領内にあるトンネルとしてはフランス最長である。ベベラバシタンド線の中間部分はロワイア側渓谷の崖に張り付くように走っており。 何度も川を渡るため多くの橋がある。その高さは水面から60メートルに達するものもある。橋の大半は第二次世界大戦で破壊された後かけ直されたものである。多くの橋は鉄筋コンクリートを用いて再建され以前のものとは異なった構造となっている。特徴的な構造の橋として視線部分のベベラ橋が挙げられる。 この橋は1898年の完成当時、鉄製の格子状の強章の中間部分を橋と直行する向きの石造りのアーチが支える構造だった。この橋は川と極めて浅い角度で交わっているため、橋と同じ向きにアーチを作ると士間が長くなりすぎるためこのような構造になった。1940年に破壊された後、1967年に、 鉄筋コンクリートで再建された。クーネオ・ベンティミリア・ブレイ・ユシュル・ロアイア・ニース・ジューザの残る高校19世紀末のフランス・イタリア間の緊張を反映して、単土線には数々の軍事施設が併設されている。いくつかのトンネルの高校にはジューザが設けられており、今日でもその跡が残っている。第二次世界大戦前にフランスによって築かれたマジノ線は、 エスカレーヌ付近を通っていた。このため、ブラウス峠トンネルのソスペルがワイリング地は、砲兵陣地で守られていた。タンド駅に停車中のトランデ・メルベイユ。2007年現在とは、使用車両が異なる。列車の運行は、フランス両区間では、フランス国鉄が、イタリア両区間は、トレニタリアが行っている。フランス国鉄の区間は、テル・プロバンス・アルプ・コート・ダジュールの一部である。 列車は原則として各駅停車であるが一部の小駅を通過するものもある。クーネオ・ベンティミリア間は1時間から2時間に1本が運転されており一部はクーネオからトリノまで直通する。ニース・ブレイユシュル・ロワイヤ間はこれより少なく1日約6往復である。一部の列車はニース・タンド間あるいはニース・クーネオ間を直通する。またニース・ドラカンタロン間は ニースの近郊区間と位置づけられており、この区間のみの列車も運転されている。クーネオ・ベンティミリア間の所要時間は約2時間、ニース・ブレイユシュルロアイア間は約1時間である。夏の観光シーズンにはニース初単路業及びクーネオ初ニース業の各1本がトランデメルベイユとして運転される。 ダイヤや運賃は通常と同じであるが、ガイドが同乗し沿線の観光案内を行う。列車名はタンドの近くにある、戦士時代の遺跡、バレデメルベイに由来する。運賃は、フランス領区間では、フランス国鉄のイタリア領区間では、トレニタリアのものが適用されるが、途中に、フランス領を挟む、リモーネイ北とオリベッタ山ミケーレイナンを直通する場合には、 全線にわたってトレニタリアの運賃が適用される。貨物列車が運転されているのは単土峠の北側のリモーネイ北のみである。主にセメントが輸送されている。トレニタニアの車両1979年の再開以来、旅客列車はディーゼルカーで運転されている。原則としてクーネオ・ベンティミリア間の系統はトレニタリアのニース発着の系統は フランス国鉄の車両が使用されている。2005年以降、トレニタリア、フランス国鉄とも新型車両を投入している。トレニタリアのものは、ミヌエットの愛称で知られる、低床車両である。フランス国鉄のものは、ボンバルディアがテル向けに製造している点76,500である。イタリア領内区間の貨物列車は、電気機関車兼員である。 一部の駅はイタリアからフランスに割上された際に、フランス名に変更されている。ピエーヌ駅サンダルマドタンド駅の駅舎は、ムッソリーニ時代の様式の記念碑的な建物である。この駅は1940年まで、国境のイタリア側の駅だったため、当時のイタリアの体制を象徴する駅として建てられた、ものである。ピエーヌ駅は、全線の運行再開後も休止されたままである。この駅は、 ロワイヤ側の狭い谷に位置しているため、駅舎が並行する道路をまたぐような構造をしている。ブレイユシュルロワイヤ駅には古い鉄道車両や自動車が保存されており、小規模ながら交通博物館となっている。ありがとうございます。